今日はあの DP の図書館、今ですね、東大阪の緑橋の近くにですね、DIY でちょっとたまたま出会った方と一緒にですね、作るという、まあ、Twitter でね、出会った形でやってるんですけども、今日はあの、はい、松本さんという方に DP の図書館のですね、作った経緯をインタビューしてもらうというところを YouTube で撮りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日インタビューなので、多分30分、40分ぐらい、こうやっていきたいと思いますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、改めまして、はい、今日はありがとうございます。お忙しいところ、もう今井さんのこれまでのもうご活躍というかご実績とかって、すでにもうツイッター上でシェアされてる記事みたいに、もう私も拝見してすごく感動できるところは。ありがとうございます。もうツイッターで出会ってからね、はい、もうなんかすごい一井さんにね、んお会いしてから、はい、あのジャムソワさんとなんかだいぶお近づきになって、一気にすぐ決めるという。たくさん寄付いただいて、はい、本もあのだいぶ、はい、寄付してですね、こっちとかもあったりとかいろいろですね、はい、あるんですけれども、ちょっとずつね今増えてきてるんで、あと本棚ももうちょっと増やすんですけどね。そうですね、はい、もうちょっと増やしていきたい。なんかあのそうなんですよ、最初そこの背景とかをまずうちの1位が、うん、あの面白い人がいるよって言って話し始めてずっと見てて、でいや一回行った方がいいよそういう講演会とかみたいなことずっと言われてて、で、うん、あそうかそうかと思いながら、やっぱりその引きこもりの方だったりとか、まあ、要はその不登校とかね、不登校とか、うん、あれですよね、あの私が一番響いたのは自己責任の一言でやっぱり終わらせないと、あ、それすごい今まで聞いたことない技だったんで。そうですね、うん、今のなんか10代の不登校の子たちとかって、うんうん、結局のところその、まあ、やっぱり見たら分かるんですけど、うん、やっぱ結構しんどい家庭の子ほど孤立してしまって、うん、抜け出せないというか、うん、まあ、なんかその状態からもう自分の力だけで誰にも助けも求めずにやるのって不可能に近くて、よっぽど行動力がないと、まあ、だから 5%、10% ぐらいの子たちしかできないなと思うんですよね。だから、うん、その部分で僕らがいつも DP の授業やってるみたいなことあると思うんですけど、うんうんうん、本来そこの教育ってね、してる学校そもそもじゃああるのかって言ったら、うんうん、ないはずだし、それで急にこうね、はい、じゃあ自己責任って言われると、それ確かになって、私もすごい気づきが、うん、自分で何とかしろって無理なんでね、不登校状態とか高校中退とか ね、やっぱなかなか厳しいんだよ、本当、うんうんうん、なんかそういうもう背景とかってもすでに記事になってらっしゃるし、うん、私もそれを読んで、ツイッターとかいろんなところで読んで、1位とも面白いねって思ったっていうのはあるので、多分そこの発信っていうのは、もちろんされてらっしゃるんだなと思ったんですけど、うん、そもそも今日お聞きしたかったことって、はいはいはい、あのなんでこのジャムストアと、なんで東大阪と、うんうん、まあ、東大阪っていうことじゃないのか、ジャムストアとか、うんうんうん、あの時すごいスピードで決断してくださったじゃないですか。そうですね、うん、私こうお顔を合わせさせていただいて、多分皆さんなりに何かしらこう揉んだ後で決断されるのかなと思ったんですけど、なんかすごいあの電光石火のようなスピードがすごい印象的だったんですけど、それってなんかやっぱりでもあのもともとやっぱりなんていうんですかね、まあ、通える場所じゃないですけど、なんか生徒がすごい、まあ、高校生とか10代の子たちがなんか集まれる場所みたいなの作ってて、まあ、DP のオフィスも結構来てるたりとかもするんですけど、やっぱなんかなんか本読める場所とか、なんかあと違う社会の人と触れる場所って結構貴重だなと思っていて、それが今合体されてるのがここで、なんかここって結構あのね、ジャムストアさんって今編集のプロダクションですよね。そうです、制作事務所で、はい、ですよね、制作事務所ですよね。でなんかそこで出会えるなんか大人たちとかも出会えるし、あとここ実は1階と2階がプラスチック工場で、そこの現場もちょっと見れて、そこから通って入れるじゃないですか。だから多分不登校とかの子にとってはそのなんか社会体験にもなるし、うん、あとそういう本自分で読めたりとか自分の世界に入れれば、うん、漫画も至るんであると思うんですけど、うん、だからなんかそういう場が一つあると、うん、なんかまあ、社会、図書館、うん、通える場所セットで全部できるっていう、ここがやっぱ良かったなと思ってて、なるほど、うん、いろんなこう要素があるなっていうところが面白いなと思ってくださって、そうです、場所だけやっぱちょっとだけね、うん、あの緑橋ってことで、うちの事務所から2、3駅ぐらい離れてるっていうのはちょっとあると思うんですけど、でもなんかそういう意味であのセットになってることっていうのは本当いい場所だなと思ったんで、だからそれで僕もうすぐ1位さんの松本さんと会って、うん、あ、なんか共感してくれてはるし、なんか一緒にやれそうだなと思ったんですぐみたいな。ありがとうございます、はい、即決しましたね。めちゃくちゃ早かった、ね。はい、えって言ったけど、うん、なんかその今そのセットでやってるとおっしゃったんですけど、そのいろいろ揃ってるっていうのはやっぱりその彼ら若者たちが進むにあたって大事なことなんですかね。いやー、そうですね、やっぱりなんかその思うんですけど、
まあ、今の子たちだと、まあ、好きをベースに、例えば自分のゲームがすごい好きだったりとか、あとはその、なんていうんですかね、まあ、アートでもいいかもしれないですし、まあ、そういうところから社会との接点とかって持ってると思うんですけど、ここの場だとなんか、まあ、本とか、なんか自分の世界を持ちたい子が来ると思うんですけど、それをプラスするときに必ずここでいろんな人と会えるっていうのとか、あとは工場も見れるみたいなことが、なんかもう偶然性がここに詰まっていてて、なんかその趣味でここに来たけど実は偶然で社会との接点が詰まってるって環境って最高やなみたいな、うん、だから DP のオフィスもまあある種いろんな職種の人たちがいたりとかしてますけど、うちはうちの仕事なんで、なんかそれだとちょっとなんかね、まだ一種類じゃないですけど、ここはもう何個も混ざってるんで、その混ざり方がいいなっていうところですよね。ベースの方にちょっとそういうご意見いただいたときに、私もその私ちょっと違うんです。もう少し低学年の子どもたちに対して興味というかこう意識がちょっと向いてた頃が、まあ、今もそうなんですがあって、いわゆるその児童養護施設で育った子どもたちをこう里親とかバックアップっていうのはどうやってやってるんだろうなって調べたことがあったんですけど、委ねましたよね、はい。だその時にある方がおっしゃってたのが、その子どもたちのためにこれがいいだろうって言ってこれ勉強になるよって与えても、意外とそれって大人が教えたいだけで、子どもたちにそれ選ばせるのっていうのすごく大事ですよねみたいな、選択する権利、選択できない状況にいる子たちにとってはすごくそれは大事だってことをおっしゃる、すごい印象に残っていて、今さんのお話聞いてるともう偶然性で来て、別に趣味のために来たけど、あ、こういうのも選べるんだとか、こういろんなことに触れる見るっていう環境を作るっていうのがなんか大事なのかなと思って今聞いてて、そうですね、なんかやっぱりなかなかやっぱり閉じた世界にいた形にはあると思うんですけど、まあ、ここに来ることで、そういう、まあ、3点セットしれるみたいなところってなかなかセットされてないんで、僕はいいなとは思ってる点はそこですかね。あとなんかここでもね、結構やっぱイベントとかもやるって話だと思いますけど、なんか集まれるね場所になれたらなと思ってたんで、なんかそれもすごい僕としては面白そうだなと思ってやってるって感じですね。今ね、そのいろんなその DP として場所を作るされてるじゃないですか。図書館っていうのはここが初めてですね。完全にうちの授業でやってることって、学校内での、まあ、授業と、あとカフェ運営、食事提供しながら相談できる場所みたいなことと、あとは、まあ、進路の相談室みたいな形でもう持ってるみたいな形になってるんですけど、まあでもカフェ、図書館は本当初めてで、だからなんか僕も、そうですね、まあ、デザイン系の本もここいっぱいあるし、そうそう、まあ、僕もね、本寄贈させてもらいましたけど、いろんな本読めるし、漫画もあるしみたいな、だからなんか寄贈を募っていけばいいかなと思ってて、だからぜひ見てる方はですね、後でもうちょっとで多分公開すると思うので、ぜひ本も寄贈してください、本当。漫画でもいいし、何でもいいと思うんですけど、まあ、いっぱいいっぱいになるぐらいが多分いいと思うので、ぜひ来てほしい。もういっぱいになりましたって言ったら。そう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 。そういうのがやっぱできてくると、すごいなんか作った感があるし、なんか生徒も巻き込まれた感もあるかなと思うんで、いいかなと思いますね、本当。図書館っていうキーワードで私もあそこ面白いなと思ってたんですけど、うちのチームもその図書館みたいなのを作りたいっていうワードがそもそもあって、今井さんもそれを言っていて、ネットでそれで余計にこう共感をしたっていうのがあると思うんですけど、今井さんの中でその、なんで図書だったのかなというか、本って結構読まれるじゃないですか、どういう存在ってちょっと興々しいですけど、なんでこう図書館っていうアイテムにしたのかなと。それはですね、でも結構まあ、学校行ってない子、特に通信制高校とかの生徒だと本好きな子がいますね。割といるし、夜間定時制の子でも一部いるかもな。あんまりそっちはイメージないですけど、通信制の子で時間余ってる子の方が多分来るかなと思うんですけど、だからなんかそういう子向けに開放してると意外に来るんじゃないかなみたいなところは思っていてて、結構ね、実は好きな子いるんですよね。だからなんかホームページ載せるときとかに、こういう、今こういう本があるんですけど、こういうデザイン系の本があるよとか言った方がいいかもなと思うし、面白いですね、本があったりとかね。そう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 、台所のねやつとかね、ポモンカフェとかね、あとコピー系のコピーライターの話とかもあるし、これ廃盤になった、私がコピーライターになったときに先輩からお勧めされた本なんです。すごいですね、ずっと持ってるんですけど、一冊読んだけど大丈夫みたいな。あ、でもめっちゃ古い。へえ、なんかそうか、
でもなんかそういうので結構惹かれてくる子もいるかなとか、うん、通信制高校の子はやっぱりなんていうんですかね、あの割と今あのキャンパスに行く回数、うん、やっぱ限られてたりとかもするし、自分の時間結構ある子もいるんですよね。だから、まあ、アルバイトはまた別ですけど、なんかそういう子たちが来るようになるんじゃないかなとは個人的に思ってますね、うん、なんかそうか、そう言われてみたらそうだなって腹落ちしたんですけど、子供たちって言ってるのかな、彼、若者たちって言ったらいいの、年的には。そうですね。若者たち目線で、彼らが好きそうなアイテムってことを選んだってことなんですね。まあまあ、なんか今って10代の子たちって多種、多種っていうか僕らみたいに、僕らの世代みたいに、なんかこの動画、なんかアニメとか、ゲーム見てたんじゃなくて、もう細分化されてて、ゲームもバラバラだし、あと音楽もバラバラなんです、いろんな聞いてるし、だからもうどんどんコミュニティが細分化してってるんで、なんかそういうなんかピンポイントの子たちが来るんだろうなと思ってる感じなんで、まあちらばちら、うちにとってはそういうなんか一人一人の合わせたようなそのなんていうんですかね、場所みたいなのがあるとすごいいいなと思ったりとかすごいしてますね。カフェが合う子もいるし、図書館が合う子もいるし、そう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 。確かそれもまさにいろんな選択肢ですよね。そうですね、本人がどこがこう都合でこうグッと上がってくるかなって合わないですもんね、だから僕としてはなんかいいなと思いながらずっと、はい、やってましたね、こういう場所作りするときに、まあ、DP さん運営するときに言ってたら、今井さんがなんかこう気をつけてることってあるんですか。例えばここの領域を犯さないであげようとか、なんかわかんないですけど、彼らと接するときに、いや、でも人じゃないですかね、そこの場にいる、基本的になんかいい空間があるかどうかめっちゃ重要と思ってたんですけど、この間実は見させてもらったときに、こっちの、実はこっちの方、あの動画見てる方分かったんですけど、こっちの方のオフィスも DIY で作ってたと見たときに、はいはい、あ、なんか良さそうやなって思って、あ、嬉しい、すごい良かったなと思ったんですよ。だから多分ここの空間もめっちゃいい感じに多分なるんやろうなと思っていて、はい、っていうのと、あとそこの場にいるやっぱ人が重要で、まあこれ、まあ、最近よく言われてますけど、結局やっぱ人がすごい価値を生み出してると思っていてて、でなんかそこにいる例えば人たちの接し方とか、なんかそういうのが結構なんか価値観があると、なんか生徒たちもやりやすいと思うし、でうちの大切にしてることで言うと、なんか否定せずに関わるっていうところがあったりとか、まああと年代関係なくというか、さまざまな年代の、年代やバックグラウンドとか学ぶというところがあると思うんですけど、なんかそれもなんかお互い価値観合いそうやなと思って、それでもう一緒にすぐそこの場の価値がここにあるっていうふうに思いました、僕は。はい、嬉しい。子供たちは若者たちですね。若者たちにもなんかそこの人、相手が対人としてのその付き合い方を、今井さんがそのなんだろうな、NPO法人のリーダーですとかいう意味ではなくて、対人として付き合ってる、価値観の合う子たちと接してるみたいな感覚でいるってことですか。そうですね、そうですね、なんかでも嬉しいだろうな、そういう若くってそういうこうまだキャリアもノンキャリアの子たちが今井さんみたいにこう活躍してる人に、前とも同じ目線で話してもらう、こう、なんかすごいこう嬉しいんだろうなって。まあ、僕なかなか今最近現場出ることなくなっちゃいましたけどね。でもやっぱすごい、うん、なかなかね、行けなくなって、今スタッフが今頑張ってやってくれてますけど、そう。何歳くらいの子ですか、スタッフさんって。スタッフは20代、社員のメンバーはもう20代中盤ぐらいから30代、まあ、後半ぐらいまでいますね。どうやって知り合ったんですか、そのスタッフさん。うちのスタッフはもういろんなところから転職してく来てくれてて、まあ結構僕が誘ったりとかみたいなメンツも多いし、そうそうそう。理念に共感してみたいな、そうですね。4年経って5年6年、うちですか、創業ですか、8年目ですね。7期経ってるんで8期目ですね、すごいですね。なんかこうエズミオマネさんなんかこう概念をちょっと私の中で覆されるというか、一応頑張ってますね。なんかすごいこう、ネットでもおっしゃったじゃないですか、寄付でこれぐらい成り立ってて、これついこの間の動画で7割ぐらいなとおっしゃって、あれ見てると、すごいなんかこう衝撃って言ったらオーバーかもしれないんですけど、ボランティアでイコール、ちょっとこう自分を犠牲にしてやるっていう、まあ、組織、批判じゃないんですよ、批判じゃないんですけど、自己犠牲のもとに成り立ってるっていう方が結構多いなっていう印象だったのが、全然なんだ、むしろ。充実してはるわみたいな感じで、すごいあって、やっぱでもそうじゃないと経営苦しいですよね。基本でも NPO も会社とほぼ同じで、いや、そうですよね。だってまあ
株式との違いって、うん、まあ、出資受け入れないとか資金調達方法がちょっとね限られてくるっていうのはありますけど、まあ NPO の場合はあと寄付もらえたりとかみたいな、はいはいはい、寄付が課税されないっていうところもあるんですけど、まあ、基本でも経営するっていう会社その法人としては同じなので、うん、給与払わなきゃいけないし、うん、まあ、スタッフの採用も必要だし、うん、まあ、その部分ね、まあ、その資金調達方法が株式会社では弱いと思いますけど、うん、まあ、なんかその部分ではね同じなんで、うん、寄付経営でも同じなんで、まあ、そこの辺はやってるところですね、うんうんうん、それをすごく大事だと思うんですね。私若いうちから目の前でそういう組織にいるっていうのが、もちろん自分がその経営側に回ってるわけじゃないんですけど、そういう組織と触れてるっていうのが、自分たちがこう、なんだろうな、ビジネスなんて教えてもらえないまま、こう、だったら私の世代なんか終身雇用の真っ只中の両親から育てられたわけで、でそこがこうちゃんとビジネス NPO とか法人とかボランティアとか関係なくちゃんとビジネスちゃんと潤わないと守るべき人も守れないんだよっていうのが、うん、なんかそこが綺麗事じゃなくてすごくいいなって。まあそうですよね、はい、雇用、まあ、ちゃんとキャリアやっぱ築いていくのって重要だと思ってるんで、マサさんもともと確かリクルートですもんね。私もともとリクルート系で、うん、はい、営業から制作やってて、そうですよね、フリーランスの方が長かったんですけど、なんかそこはすごくこう、なんだろうな、専業主婦がダメってわけじゃないんですけど、専業主婦だとこれからどんどんリスクが高くなる時代に来るんだろうなと思ってて。そうですね、うん、だからなんか、まあ、うちのスタッフもだからいろんな会社の経験やっぱしてきてから語れることもあると思うんで、いろんなバックグラウンドのメンバーが揃って嬉しいなと思ってます、うんうん、いつも、はい、うん、あとちょっとさ、まあ、最後、先ほどもちょっとジェムストアとこう、うんうん、コラボすることで、まあ、セットでこういう場所で子供たち、みんなが若者が派遣してくれたりとかっていうのをすごい期待するってことをおっしゃってくださったんですけど、うんうん、もうちょっとその先に前さんがなんか今現時点で想像してる期待してること、うんうん、もっともっと、まあ、イベントもしながらだけども、そういう風になっていけばいいなとか、こんなことが生み出せていけたらいいなとか、なんかこう考えてましたことってありますか？でまず通信制の子とか不登校の子が通ってくれたらいいなと思ってるのが一個と、あとここがなんかもうちょっと地域にも開放できる場になってくれたらいいかなと思っていてて、まあ、なんか地域で本当に学校通ってない子が来れたりとかみたいな場所とかになれたらいいなと思うし、あとはなんか大人がそのここでイベントなんかする時にその子たちも来てくれるような場所になったらなと思っていてて、うん、なんか僕らとしても、まあ、高校がねこの近くにあるので、平成高校があるので、なんかいろいろ混じってできればなと、地域をこう絡めて、そうですね、うん、その形っていうのは、まあ、随所にいろんなところに作っていきたいと思われてるんですか？そうですね、まあ、関西、まあ、なんかご縁があればですけど、うんうん、なんかそういう場でなんか突発的に協力してくる人がやっぱ出てきて、でそれで一緒にやれるんだったらそういう場所を作っていきたいっていう思いはありますね、うんうん、まあ、場所にもよるので全部が全部受け切れるわけじゃないと思うんですけど、まあ、なんか僕らって今本当に、まあ、関西が結構学校を持っていてて、まあ、リバテも一緒に組んでますしやってると思うんですけど、うんうん、なんか一緒にそこで管理してくれて、で場所を持ってる方と一緒にできたらなと思ってるんで、なんかそれが住む場所か分かんないし、こういう場所かもしれないですけど、なんかそういうところは連携していきたいですね。うん、はい、ありがとうございます。とんでもないです。こんなもんで大丈夫ですか？大丈夫です。なんか、はい、私長年インタビューやってるんですけど、こんなに的確に答えてくれる方ないんで。あ、本当ですか？ありがとうございます。やっぱ慣れてらっしゃるなと思って。とんでもないです。これからよろしくお願いします。まあ、これが DP 図書館 の今回インタビューだったので、とりあえずねこれで収録というか終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。またね。あ、これであとチャンネル登録といいね、ぜひもしかしたらよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。